若月若月は、長野市北東部の地区。本校ではかつておむね同地域に所在した、上見の地群、若月村についても述べる。長野市街地北東にそびえる山登山、923メートル、山系の山裾に位置する地域である。南向きのなだらかな斜面が広がっており、かつてはリンゴなどの果樹栽培が盛んな地域であった。 昭和40年代に入ると、長野市街地から路線バス、車で10から15分ほどに位置していることから、急速に宅地化が進行。隣接する浅川地域などと共に、現在では、県内有数の住宅地、ショッピングタウとなっている。しかしながら、地域北部の田中、田後、吉地区などでは、里山、果樹園と、旧北国街道沿いの外村の風景が依然、残っている。 周囲は、以下の大技、町と接する。稲田地区、徳間地区、断田地区、若月団地地区の歴史の詳細は、それぞれ稲田遠隔、徳間遠隔、断田遠隔、若月団地遠隔を参照。稲田は、若月地域南部の地区。住所表記上の町町名では稲田1.2.3.4丁目がある。上野は、若月地域中部の地区。上野点2 三丁目がある、住居表示未実施。郵便番号は381-008五周囲は、以下の大技、町と接する。一丁目には、長野県道60号長野荒瀬原線、若月大通りとその旧道、旧北国街道が通過しており、長野県道371号療養所への線が、旧北国街道から分かれて二丁目の東、長野病院に至っている。 若月大通りより、北は山林であり、旧北国街道沿いに外村が形成されている。旧北国街道の東に位置する2丁目、3丁目は、若月台上野団地と呼ばれる住宅地となっており、その東に昭和の森公園の緑が広がる。聖泉女学院大学、聖泉女学院短期大学と、国立病院機構東長野病院、長野県。 若月用語学校はこの森に囲まれるように立地している。南東に接する山西、徳間地区との境は崖線となっている。地区内の人口は以下の通り、平成25年10月1日現在。地区内に鉄道路線は走っていないが、上の2丁目から崖を下ると10分ほどで JR 山西駅に至る。地区内の旧北国街道などを走る。 商電バスの以下の路線系統が利用できる。タコは、若月地域北部の地区、大座。郵便番号は381-0087。周囲は、以下の大座、町と接する。地区中央部を、長野県道65長野荒瀬原線、若月大通りとその旧道、旧北国街道が縦走している。地区北東部には、基地地区にまたがって、田子池というため池があり。 田ゴ池魚釣り組合が管理する釣り場にもなっている。旧北国街道沿いに外村が形成されているが、それより北側には里山の風景が残り、南側の若月大通り沿いには果樹園が広がる、のどかな地区である。地区内の人口は90世帯259人、平成25年10月1日現在。地区内の旧北国街道を走る、 超電バスの以下の路線系統が利用できる。田中は、若月地域北部の地区。郵便番号は381-0086。周囲は、以下の大技、町と接する。地区の南部に、長野県道65長野荒瀬原線。若月大通りとその旧道、旧北国街道が重走している。地区北端には三登山がそびえる。若月大通りを、 徳間方面から北上してくると、小さな丘を越え、当地区に入ったところで、商業施設が少なくなり、果樹園が見え始める。集落は、南部の旧北国街道沿いに形成されている。北部は山登山の山地である。地区内の人口は、162世帯354人、平成25年10月1日現在。地区内の若月大通り。 旧北国街道を走る、超電バスの以下の路線系統が利用できる。徳間は、若月地区南東部の地区。住居表示では、徳間1丁目がある。眉見田は、若月地区南西部の地区。住居表示では、断電1.2丁目がある。吉は、若月地域北部の地区、大技。郵便番号は381-0088。周囲は、以下の大技。 町と接する地区東部を長野県道六十号長野荒瀬原線、若月大通りとその旧道、旧北国街道が重走しており、地区中央部で豊野町中心部へ向かう指導が分かれる。さらに、地区北部では豊野町北部、中野市方面へ向かう上見の地北部広域の道、北新五岳道路豊野ラインが接続する。旧北国街道沿いに、 基地集落が形成されているほか、地区西部の山間に山仙寺集落がある。東部の若月大通り沿いには果樹園が広がる。なお、バス停留所名などでは吉村と呼ばれる。地区内の人口は193世帯511人、平成25年10月1日現在。地区内の旧北国街道を走る超電バスの以下の路線系統が利用できる。 若月団地は、若月地域南西部の地区、大技。若月西条、西条は、若月地域北部の地区、大技。郵便番号は381-0089。周囲は、以下の大技、町と接する、地区北端に、田草山がそびえ、地区東部を、長野県道65長野荒瀬原線、若月大通りとその旧道、旧北国街道が重走している。 旧西条村は、浅川村と若月村とに分割されて合併しており、またその後の町名整理もあるため、その残部である、現在の若月西条はほぼ全域が田草山の産地である。人口も少なく、長野市の統計資料には当地区の記載はない、平成25年10月1日現在、地区内の若月用通りを走る、町電バスの以下の路線系統が利用できる。 若月東上、東上は、若月地域西部の地区、大和座。郵便番号は381-0084。周囲は、以下の大和座、町と接する、地区中央部を、長野県道65長野荒瀬原線、若月大通りとその旧道、旧北国街道が重走している。稲田、徳間から続いて、若月大通り沿いに、商業施設が立ち並ぶが、 当地区内では、ややまばらになってくる。地区西部には、住宅地が広がるが、これも隣接する浅川西条や若月団地、徳間などと比べる密度は薄い。一方で、若月地域の市役所、支所、交番、消防文書などの行政機能はすべて当たり地区に、集中している。古くからの外村は、旧北国街道沿いに形成されている。地区内、の人口は、 881世帯に455人、平成25年10月1日現在、地区内の若月大通り、旧北国街道などを走る、アルピコ交通、川中島バス、長電バスの以下の路線系統が利用できる。かつて地区内に川中島バスは若月営業所があり、車庫として現存、現在でも、同社の若月循環に系統が乗り入れている。加えて、 超電バスも3系統が利用できるため、交通の利便性は高い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。